4月より社会人生活。一人で戦っているわけじゃないと頭では分かっていても、イエス様が隣にいるなんて思えない生活を送っている。でも聖書が言っている神様はどういうお方なのかを思い出さなくてはいけない。帰国して通い始めた教会には同年代がほぼいないため、グローバルリターニーズカンファレンスで出会えた同じ地域に住むメンバーが大きな存在となった。一緒に聖書を読み祈り合う仲間となった。働き始める前は自分の信仰が揺れることなんてないって思っていたけれど、実際は揺れに揺れた。今もその状況にいるけれど、私が信じている神様は見放す神様ではない。今も生きていて共にいる。その真実の中を歩きたいと思う。